ファシアという言葉をよく耳にするがファシアは鍼灸やマッサージエステなどでよく使われる用語です筋膜腱靭帯脂肪胸膜筋膜など内臓を包む膜などを指します皮膚と筋肉の間筋肉の周囲末梢神経と血管をつなぐ組織も含めます すなわちファシアとは臓器や骨の周りにある硬い組織ですファシアは何のためにあるかというと細胞間をつなぐネットワークや解毒の機能をしています人体は絶縁体に近いのですが体内には水分が含まれているので電流が流れていて人体の電気抵抗は 皮膚の抵抗と人体内部のの抵抵抗抗に分けられます。皮膚の抵抗は引火する電圧の大きさ接触面の濡れ具合等によって変化する体脂肪を測った時に入浴前後で数値が変わることがあるのはそのせいである皮膚が乾燥し硬い状態の電気抵抗を1とすると 汗をかいているとその10分の1に水に濡れていると25分の1まで低下する。ファシアを電気が通り抜けているからだ。生体組織において電流はその周波数によって流れる経路が異なり体に流れる電流の周波数が低い場合。電流は、 細細胞胞膜をを透過できないために細胞外を流れます。周波数が高くなるにつれて電流は細胞膜を透過するようになり細胞内にも電流が流れるようになりますこのように周波数が変われば電流が流れたり流れなかったりする低周波治療器は 痛みの伝達を抑制する物質を分泌させる作用や血行の促進が期待できるので慢性的な痛みやしびれの症状に効果的です高周波治療器は低周波では届きにくい筋肉の奥深い部分まで作用して痛みやこりを緩和します痛みの伝達を即効的にブロックする効果に優れており 急性の痛みに有効ですその反面治療後の効果の持続性は低周波に比べてやや劣りますファシアには緩衝材としてファシアの硬い組織に毒素を封じ込める働きがあります硬い組織のことを抗原組織と言いいファシアのことを指すファシアの解毒能力を超えると 毒素が体内に循環し始め発病するそれを病院では抗原病と呼びリウマチなどがそれにあたるリウマチは重金属汚染が原因と考えられ重金属をファシアで包み込み無害化できているうちは何ともなくファシアの干渉能の限界を超えると 骨に重金属がたまり始める免疫細胞が重金属を体外に排泄しようとすると炎症が起きるこれがリウマチのメカニズムである薬で症状を抑えるのも重要だが根本的に重金属汚染の原因にアプローチしなければリウマチは治らない ファシアを構成している成分はリン酸でリン酸は電気を流し蓄積もする重金属の無毒化などをしています酸や塩基を加えても pH があまり変化しない栄養液を緩衝液と言います生体内では細胞内液や結晶が緩衝液として働いており pH を一定にすることで生体内の化学反応条件を一定に保っていますファシアがあるから体液が一定の pH を保っているとも言えますリンの話リンはタンパク質由来です体内に存在するリンの約85%が骨に含まれています残りは 主ににに細胞のの中にあり、エネルギーを作るのに関わっています。リンは骨や歯の形成に欠かせない物質ですまた細胞膜 DNA デオキシリボ核酸などいくつかの重要な物質の構成要素でもありますリン酸はファシアに重要でさまざまな重金属の特徴を変化させることができ 重金属をリン酸塩にして水に不要化するし無害にします経費毒は肝臓を経由しないのでファシアは解毒のためにあるといえる経費毒のせいでファシアが汚染されていることが多い慢性病を治すときはファシアを解毒すことが重要と考えている